田大サーカスにやってきました。4年ぶりの岡山公演ということで盛り上がってるんですけども、はい、この方も盛り上がってます。昨日から謎のハイタが始まっちゃって、はい、わかんないんですよ。私できる気がするっていう気持ちと、あ、ダメかもしれないっていう気持ちと、もうここ数日間こんな感じです。若干情緒不安定な遠藤さんのために、もちろん助っ人もご用意しておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう空中ブランコのことなら俺に任せろというイケメンお二人でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。華麗なパフォーマンスが繰り広げられるサーカスの中でも花形と言われる空中ブランコ、今回はフライヤーとして台から飛び立ち、対岸のキャッチャーと呼ばれるパフォーマーに受け取ってもらうという挑戦を行います。しかも本番公演、お客さんの前で披露させてもらえることに。成功は100人に1人ですね。100人に1人。年齢って関係ないんですか？今うちで飛んでる方で最高年齢が40。私？はい、50オーバーすごい。いや、これでも苦しそうすごいですよね。パンフレットに載るかもしれない。挑戦の舞台を見に行きます。僕もお客さんとして来たことはありますけど、撮ってくださる方、撮ってくださる方、飛んでくればキャッチします。受け止めてくださる。飛んでくればね、少々冒頭気味でも大丈夫。飛んでくれば、飛んでくれば、わかりました。だって見てください、皆さん、この腕の太さ、胃じゃないです。胃じゃない、胃じゃない、胃じゃない、すごい、胃がありますもん。キャッチャー中園さんの屈強な肉体に安心したところで、あちら側の空中ブランコの、棚になるんですけど、あれ、はい、あそこからさらに約1メートルぐらいの、はい、飛行台を設置して、その上に立っていただいて勢いよく飛び出していく。高さはおよそ13メートル、両端の台の間は20メートルもあります。成功するためには練習するしかない。こちらで、練習します。3メーターぐらいの高さになるんで。あ、そうなんですね。やっぱり落ちたら危ないです。ここで筋力を使って、うわー、すごい、すごい、もう大きくしていきます。自分たちの体を使って大きくしていくわけですね。ここから飛びます。こういう形で、これをここまで上げて、遠藤さんも早速練習。まず最も重要なのは、出るタイミングは 0.2 秒違えばもう飛べないです。 0.2 秒の差なんで。そう、空中ブランコではフライヤーとキャッチャーのタイミングが合わないとうまく受け取ってもらうことができません。何度も体になじませて、その 0.2 秒の誤差を埋めていく作業をしないと。なるほど。早速2の3、はいはい、結構うまいです。ちょっとこれはあれですか、あの大人みんなで拍手するほどのことでした？いや、そうなんですよ。これで、これこういう人が多いんですよ。こう出て、はい、こう出ちゃう人が多いんですね。飛び立つ時このように前のめりになってしまう人が多いんだそうですが、遠藤さんは上半身の重心を後ろに残したままストンと降りました。このように正しい姿勢で降りるのが重要。そうでないと反動が来てバーンって衝撃が来て耐えれなくなる。この出で半分は落ちます。あ、そうですか。うわ、それだけは避けたい。1、2の3、はいはい、出はいいんですけど遅いです。あ、はい、あ、今遅かった？まだ遅かったですね。でもやっぱ出がうまいですね。あ、そうなんですね、はい、もし出なかったら僕らが足払いします。強制的に、強制的に。もし出なかったですよ。せーの、ジャンプ。続いては、はい、いよいよバーにぶら下がりジャンプする練習です。前で降りてみますね。え、どうやって？もう手を離していただいたら。ジャンプして降りちればいいんですか？はい、ちょっと待って、もう一回行く。はい、行きます。フンッと、いいですね。今のは良かったんですか？話せて良かったです。あ、怖い。話せない人もいる。話せない人もいます。だいたい出で半分落ちて、残った半分の7割の人は話せず終わります。話せなかったらどうすればいいんですか？そのままぶら下がって、あの、晒し者になる。
ずっとあの懸垂してる人になるシーンとした中降りてくるこう、はい、せーぶら下がり揺らしてジャンプというこの動きを習得するのに本来1年はかかるといいます。時間がない遠藤さんには運の良さ、勝負強さ、そしてチームが心を一つにすることが求められます。何それ、何これ、いい感じですよ。頑張ってる遠藤さん見てるのはやっぱりなんかこっちもやだ、もう本当に元気もらえますね。はい、次撮りますよ。遠藤さんにも焦りがこんなに必死で頑張って話しただけなんで、今のが今の話すだけですね。すごい成功ジャンプかと思ってました、本気でくの字できちゃって耐えれてないんですよね。まっすぐにしないといけないってことですか。そうです、ここはもう反ってないといけない。あの足を前に出すためにイラついてます。いや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 、タッピーさんにはイラついてないです。大丈夫です、私自身の問題です。これは技の習得のため血の滲むような鍛錬を重ねてきたパフォーマーの皆さん、やはりこんな短時間では無理なのか。こんなことよりも辛いことがありましたよね。僕らは何も言えないです。見てくれる人に勇気を届けたい。中高年の星になるため飛び続けます。この最後上に上に長野さんこれぐらいでも掴んでくれるんでちょっと怒ってます。本当に掴んでくれますか。空に向かって飛ぶつもりで。そして練習最後のジャンプ、しっかり上に飛びますよ。力抜いて出して、おーさあいいですよ。はい大丈夫です。今のは今のは来ましたね。最後のジャンプはすごい素晴らしいです。お願いします。できる、お願いします。お願いします。頑張りましょう。頑張ります。遠藤さんきっと成功するはず。チーム午後4時前、この日2回目の公演が始まりました。今年で120周年を迎える木下サーカス、岡山では4年ぶりの舞台。多くの人が待ちわびた時間です。本当に素敵。でもなんかハラハラするね。すごいのよ。本当に空中ブランコは大鳥だそうですね。大鳥飾るんですか。だから今繰り広げられてる華麗な技は遠藤さんの前説です。めっちゃ怖いよ。可愛らしい象のショーに迫力の猛獣ショー。そしてよ、遠藤さんの出番。バックヤードに向かいます。頑張ってください。頑張ります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 。頑張ってください。団員の皆さんからの温かい声と、そこにメイクを終えたピエロのタッピーが泣いてます。一緒に1回しかできないんで。そうですよね。楽しんでください。緊張感が漂うバックヤード、多くのパフォーマーたち、直前の準備に余念がありません。そしてこの人も、さあいよいよステージへ。初めての空中ブランコ成功するのか。出てきた出てきた出てきましたよ。あ、ハッピーに連れられて出てきた。あのポーズはなんだ、あれ謎のポーズを決めましたけどね。今のとこでも表情には余裕がありそうです。気持ちがもう、さあいよいよサーカスの鳥を飾る空中ブランコが始まりました。ピエロのタッピーにパフォーマーたち、期待
鍛え上げられた肉体から繰り出される華麗な演技は圧巻の一言です。そしてそれではここで空中ブランコ挑戦者の登場です。挑戦者は山陽放送ライブ5時今時に出演中の遠藤ひろこアナウンサーです。今回の発表コーナーの企画で空中ブランコに挑戦することになりました。すごい集中してる。いや、こっからでも緊張してるのを表情が分かりますよ。それでは遠藤ひろこアナウンサーの挑戦です。頑張れ遠藤さん。みんなの思いを一心に受けて飛びたいと思います。鳥になれると遠藤ひろこ空を羽ばたくことができるのか、そして中高年の星となるのか。12-3。はい、あ飛び立つあるよ。いや難しいんでしょ。ごめんって、ごめんって。頑張りました。最後はなんとカーテンコールにも出演させていただきました。ちょっと楽しかった。遠藤さんが笑顔でよかったです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にお世話になりました。勇気と元気を与えていただけれたと思います。今日は遠藤さんの勇気もらって僕らも技いろいろチャレンジしましたんで、遠藤さんがあんだけもう頑張るって言ってたんで、僕らももっといつも以上に頑張ろうと思って、僕らもやっぱ芸人として50歳までやっていきたいなと思いました。遠藤さんって一生のうちに絶対できないような経験をすることができたので本当にありがたかったです。ゾウさんも遠藤さんお疲れ様とねぎらってくれてるわけですよ。綺麗に落ちてたねって。ゾウさんもいやー、え、待って泣いてる。いや、もう泣くよそりゃ。もう本当頑張ったんだもん。いや、でも遠藤さんのそのガッツに感動しました。勇気もらいました。ただ、あの横から見てた人間からすると、ほぼ垂直落下でしたよ。割とストンと落ちていきましたね。もうちょっと粘ったつもりではいたんだけどね。、はい、私としては。あ、でもね、本当にあのパフォーマーの皆さんが舞台裏であったかくって、皆さんもこれからこう技を繰り出さないといけない、その集中しないといけないような時なのに笑顔で送り出してくれるんですよ。頑張ってね、頑張ってねって。もうそれが本当にもう素晴らしいなって、ありがたかったですね。はい、いや、今回本当にね、今回木下サーカスの皆さんにはお世話になりました。はい、本当にお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。岡山公演はね、9月の7日までとなっております。皆さんもぜひお出かけください。はい、遠藤さんの初めての〇〇やってみたのコーナーでした。